JR 高槻駅前には横断幕も掲げられ、地元の期待を背負っています。高槻から応援しますので頑張ってください。代表選手には珍しく J リーグユースではなく公立中学校のサッカー部出身の森田選手。中学時代に指導していたコーチは当時をこう振り返ります。森田はね、もうサッカー小僧でして、みんなより先にこのグラウンドに来て、ボール一人で蹴ってました。はい、で特にやっぱりこのプールの壁ですね、ちょっと今壁変わってるんですけど、壁に向かって一人でできる練習ですね、それを主にやってたようなイメージがありますね。当時の森田選手も取り組んでいたのがデスマッチという練習メニューです。試合終わった後、休むことなく、またこちらに交差して、こちら の, 一応デスマッチっていうんですけど、こちらの3対3をやらさせてたと。だから休憩が彼らにとってはなかった、本当に大変やったと今は思います。90分間グラウンドを走り切るスタミナは何度も繰り返したデスマッチによって培われ、中学3年の時に出場した全国大会でキャプテンとして3位に導きました。彼は目標を立てて本当に実行するタイプなんで、本当にベスト8行ってほしいなと思っております。高槻市内の高校でサッカー部の監督を務める兄和正さんも、気持ちは弟と共にワールドカップを戦っています。めちゃくちゃ緊張してます。僕別に戦うわけじゃないんですけど、弟が戦うんですけど、僕めっちゃ緊張してます。5歳下の森田選手と幼い頃から一緒にサッカーをしてきたという和正さん。プレー以外にも日本を背負うまでに成長する資質を感じ取っていました。勝つまでやるというか、ほんまに負けず嫌いなんで、負けて悔しくて泣いてでもこう歯向かってくるというか、僕にかなわへんけど立ち向かってくるみたいな、そういうのはもうちっちゃい頃からずっとありました。左ふくらはぎの違和感を訴え、初戦は控えに回った森田選手ですが、守備のキーマンとして2戦目以降の出場が期待されています。カタールで、ちょっと足に違和感あってってニュースにも出てたと思うんですけど、体調どうとか調子大丈夫とか、試合楽しみやなみたいな話は直してしっかり頑張るっていうことだけ言ってたんで、あまり多くは語らなかったですけど、一生懸命頑張ると思います。